近所から嫌がらせを受けています。精神科医カバサワショーのカバチャンネル、今日は質問いただきました。すみれさん、56歳女性。近所の人が私のことが怖いと言っているのが聞こえました。近所中からの音の嫌がらせ、例えば室外気温激しさ、隣から壁越しにどんどんされて毎日恐怖で怯えて暮らしています。どうしたらいいですか。警察にも注意してもらいましたが変わりません。これはですね、おそらく神経が非常に過敏になっている状態ということがあると思うんですね。実際今非常に不安が強くて恐怖感も強いという状態になっていると思うんですけども、まあ、その実際にどこまでどういう嫌がらせがあるかっていうのは分からないけど、結構そういうことで精神的に非常に憔悴された状態にいらっしゃるということで、もうちょっとした物音なんかにも多分過剰に反応されている部分があるし、今のまま行くともっともっと大変で、まあ、多分夜なんかも眠れないし非常に辛い状態になってるんじゃないかなというふうに思いますね。なので今の状態でいきますと、私はこれは精神科に相談した方がいい状態だと思います。そうすると神経的な過敏っていうのは取れますので、もうちょっと楽になると。この嫌がらせが治るかどうかっていうことはありますけども、この嫌がらせを受けて非常にもう疲れて精神的に参っている状態ということに関しては、精神科で対応することができますので、ぜひ精神科に行って相談してほしいなと思います。精神科医カバサワショーのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。